失礼します。ジャブロー、もう一回ナイス、もう一回セルク膝まで、もう一回ロー背中、もう一回左行きましょう、もう一回ナイス、まずステージ返します。はい、ありがとうございます。じゃあミルク左まで、もう一回、はい、プッシュ、ナイス、インド、ジャブ右、左まで、さあもう一回スルーから、もう一回、はい、ありがとうございます。では山口兄弟よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まずはお兄さんのひろとさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あ、プレゼントください。はい、どうぞ。32歳になった心境っていかがですか？いや、おっさんやなって感じですね。何も変わらず。何も変わらないですか。はい、今調子の方はどうですか。それぞれ聞きたいんですけど、まずじゃあひろとさんの方から。まあ調子はまあいいですね。まあまあいつも通り。あと体重、まあまあまだ結構あるんですけど、まあいつも通りいい感じです。ゆうまさんの方はどうですか。調子いいです。わかりました。で、今日ね、あの公開練習でミット鈴木雅彦さんが持ってくれましたけど、雅彦さんのトレーナーぶりってのはどうですか。まあ、お兄さんの方からお願いします。まだ、あ、まだまだですね。まだまだがす。どの辺に改善点がありますか。まずあの太りすぎっすよね。あいつ多分は10キロぐらい増えてますよ、55から。ちょうど対戦相手にいいじゃないですか。まあちょうどすぎるから、もうちょい太ってもらいますわ。ゆうまさんの方はどうですか。雅彦さんのミット持ちぶりはどうですか。二人目きついな。二人目きついわ。何も言うことない。まあ上手にやってもらってます。最近結構持ってもらうこと多いんですか。そうですね、うん、僕ら2人と雅彦の3人とかで練習することも多いから、まあジム、まああいつはフリーやけど全然もう同士って感じです。じゃあこれからの総仕上げも雅彦さんと一緒にやる感じですね。そうですね、はい、2人とも。わかりました。で、まずお兄さんからね、今回の試合についてお聞きしたいんですけど、どうですか、対伊藤澄也、以前ね、弟さんはやってますけども。まあ、弱くないですよね、普通に強い。まあ、いけちゃうっすか。全然いけますよ。
いいですね。いつも通りちょっと感覚でいけますよっていうのが。もう感覚で生きてるんで僕、基本的に。ゆうまさんから見てお兄さんの試合どうですか、対伊藤澄也っていうのは。差はあると思います。ヒロトの方がちょっと一個とは言わんけど、まあ近いぐらいのレベルの差があるかなみたいな。ほんまかいなって僕は思ってます。ちょっと、そうですね、今までの対戦相手と比べたらちょっと劣るんかなみたいな。アリの対戦相手と比べたら。いや俺分からんね、そんなこと。ゆうまさん実際に伊藤さんとたね、戦ってますから比較することできますけど、どの辺がお兄さん上回ってると思いますか。まあ、攻撃力は確実に上回ってるし、やっぱプロの試合、しかもオープンフィンガーってなったら攻撃力結構物言ってくるんで、怖くなかったです。上手、強かったけど、うまかったけど怖さがないし強さがなかったって感じですかね。ヒロとは兄は技術はまあ、最近しかも技術もついてきてるし、怖さと強さがあるからちょっとレベルちゃうんかなみたいな。めっちゃちゃんとインタビューしてるよ。ヒロトさんどうですか、弟さんからかなり持ち上げられましたけど。いや、もうこれは毎回っす。こいつ毎回褒めてくるんですよ、めっちゃ毎回なんで、はい、いつも通り褒めてくれてます。今あのね、ゆうまさんからあの技術力がついてるって話もありましたけど、実際どうなんですか。実際技術の方は今わからへんね、はい、俺ほんまにわからへんね。ほんまに僕ほんまにあんま考えてないんで僕分かれへんっすよ。まあまあ今回はちょっと相手の試合とかめっちゃ見るようにしたっすけど、もう前とか全く見てなかったんで、もう今回は見るようにしたっすけど、まあ最近は全く見てないけど、まあ最初のはちょっと結構見ました。分かりました、ありがとうございます。で、続いてゆうまさんにもお聞きしたいんですけど、どうですか対山畑ゆうまは。山畑選手の選手としての実力は。実力、やっぱ僕よりは劣るんちゃいますか。だいぶ2個ぐらいレベルは下やと思ってるんですけど、自分的には。あの噂に聞いたら山畑選手この一戦で引退するんじゃないかって話もありますけど、それは耳に入ってますか。あ、なんか言ってました。でもなんか1個前、僕と試合する1個前の試合が引退試合のつもりでやってて、でなんか美味しい話来たからまた復帰みたいな感じやったから。そういう人ってあんま引退せんよな。そういう人の引退ってあんまり重くないし、そんな引退しようかなみたいな迷ってるような時点でもう僕とはレベルちゃいますよ。もう僕はそこ振り切ってるんで覚悟がちゃいます。わかりました。ヒロトさんから見て、ヒロトさんの試合って口強いですか。どうぞどうぞ。ヒロトさんから見て今回のユーマさんの試合はどうですか。何仕上がり、あの今回の弟さんの対山畑ゆうまの試合についてはどうですか。どうですか、まあまあ両方知ってるんでね、両方ってか山畑もよう練習してたんで知ってるんで、昨日も喋ったし、なんか会場で会って。まあどうってなんやろ。まあゆうまが実際に、あ、はい、練習してみてどうですか。じゃあ山畑選手っていうのは選手としての評価は、お兄さんの。いや練習って基本誰でも強いじゃないですか。練習は基本誰でも強いんで、まあ、試合で見せるか見せられへんかで、山畑というのは試合であんま見せれてないから、まあ見せてくれちゃうっすかこいつ、この言う場が。練習は強いですよ。あいつ全員。わかりました。
じゃあ、ね、続いてヒロトさんに聞きたいんですけど、今回、ね、オープンフィンガーグローブマッチですけど、どんな勝ち方をこう自分に期待しますか？いや、今回結構なんかいろいろ変えたんで、練習の仕方とかなんかいろいろ考え方も変えたんで、まあなんかちょっと変わったよ、今までと違うような自分を見せれたらいいなと思ってますね。ユーマさん、今ヒロトさんそういう風に言ってますけど、どんなとこ変わったんですか？すぐ俺のことはユーマに聞いてちゃんと説明 してもらおうとしてる信用してない変わった、まあでも僕もヒロトもオープンフィンガーでやりだして、さすがにちょっとディフェンスせなあかんなみたいな意識がなんかちょっとやっと持ち出してるから、ちょっと今までよりディフェンスにこう意識を振ってるというか、いう感覚、僕もヒロトもそういう風な感覚。いや僕最近知ったんですけどね、あの顎下げたらあんまパンチ効かへんなって最近顎下げてます。マジで最近ずっと言ってますもう2ヶ月ぐらい言ってる。それは大発見。大発見ですよなんかそうですね、だからディフェンスにちょっと振ったら、やっぱ今までなんか積み重ねてきたなんか技術やったり知識やったりもちょっと出せるようになってきたりとか、なんかそういう感覚がちょっとあるから、ヒロトを見ててもなんか同じような感覚なんかなみたいなのはちょっと思います。口強っしっかり喋る今日もユーマさんの方しっかり喋ってくれますねもうユーマに全部聞きたいかな、多分ユーマさんの方はどうですか、あの今回の試合っていうのはどういう勝ち方を自分自身望みますか？勝ち方でもまあ倒しにはもちろん行きますけど、それもやっぱ自分の範囲内というか、なんか難しいななんつったよなんかその無理して倒しに行ったりとかして、なんか無理に盛り上げようとしてた感じがあるから、俺もちょっとその世間の評価に引っ張られがちやから俺もなんかそういうところもちょっと気持ちを落ち着かして、まあちょっと冷静にというか、ちょっとそろそろベテランの域やし、ベテランっぽい戦い方もそういう技術で戦っていかないと若いのとかもう相手できへんなっていうのをちょっと思ってます最近。これを言ったの覚えておいてくださいね。でこれ覚えときながら試合見てください。絶対振り回しますから。試合になったら、試合開始のゴングになったら、やっぱり気持ちの部分そこでリセットして、ちょっと考えてた部分ことを忘れちゃいますか？それも今回勝負やな。どうなるかやな。それも山口兄弟です。わかりました、ありがとうございます。では最後にですね、それぞれ今回の試合にかける熱い意気込みをカメラに向かってお願いいたします。まあまあ意気込み喋ったんですけどねまあこっち、まあいつも通り盛り上げるんで楽しみにしとってください。これしか言うことないな、今まで結構喋ったからはい、楽しみにしとってください。まあ久々に兄弟2人で勝てるんかなみたいな、ちょっと流れがを感じてるんで、勝ちたいですね。2人でしっかり、おもろい試合して KO して、山口兄弟の株上げて、なおかつ会場も爆発させれるような試合をします。最後までしっかり喋りますはい。ちなみに今回ね、地元大阪ということで、山口兄弟の応援団どのくらい来るんですか？まあそこまで来ないですよね。まあまあまあ来ますけど、まあ、100人ぐらいじゃんすかいつもと同じぐらいって感じですか？いや、いつもより少ないですね、なんか知らんけどでも大阪やったら会場におる人間みんな僕らの試合楽しみにしてるんです。全員僕らの試合見に来てるみたいなもんですフフ楽しみにしています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。そしたらこれにて質疑応答終了して公開練習終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。大阪でよろしくお願いします。お願いします。